一人でできる経営計画書作りについてお聞かせください。はい、私たちは商工会議所さんとよく連携をしてセミナーなんかを行っているわけですけど、これは商工会議所さんから教えていただいたソフトです。国が作ったソフトで経営計画つくる君っていうのをネットで見ていただくと、もうこれがトップで出てきます。Windows しか使えませんけど、例えばここに、50問か60問ぐらいの質問が出てくるわけです。質問の多くは、社名を入れてくれとか住所を入れてくれとか代表者入れてくれっていう機械的に入れるものもあるんですが、その中で、必要なのは売上を高い順に5つの商品を書き出してくれというんですね。そうすると、まあ、印刷会社でいうと例えば折り込みチラシというのは金額が結構ありますから、1番に折り込みチラシが来るとかね、2番目に、マニュアル作りがあったり出版があったり、伝票があったりというのが出てくるわけです。その売上の分布図、金額と分布図、パーセントを書いてくれる。そうすると折り込みチラシというのは将来的に市場からどうも減ってくるなとかっていうのが見えてくるわけですね。伝票というのもなくなりそうだな。そういった時に、新しい売上を作らなきゃいけないというのがその経営計画鶴君が教えてくれるわけですね。もう一つあるのが、あなたの商品の中で粗利順に上げてくれという、例えば売上金額を盗んだけど粗利が小さい仕事が結構あるわけですね。それよりも売上はそこそこなんだけど粗利が8割っていう、まあ、ネットウェブページ制作みたいなものは社内の内製化ができればそんなような粗利7割8割というのも出てくるわけです。そんな今既存の売上の分布図と、それから今の粗利順の分布図をこう表にして、そこからどういう対策をしていくかってことが書いてくるわけですね。その時に今現状はこんなことで悩んでるよっていうのを文章で書いてくる。だけどうちにはこんな得意技があるよとか、こんなスタッフがうちの周りにはいるよっていうことを書き出しながら、新しいビジネスに向かっていくチャンスが出てくるわけです。このような経営計画作る分、これは年に1回作るのは最低だと思いますけど、今はできれば半年に1回は環境がどんどん変わっていく中ですから書いていくのも必要かと思います。これは印刷会社が自社のことをやるのも重要なことですけど、実はこれを使って皆様のお客様の経営改善をこのシートで作ることによってお客様の関係構築っていうのも出てくるし、広告宣伝をしたいときにはこの後ろに出てくる小規模事業者持続化補助金だとか、新しいビジネスにこう参入するときには再構築補助金だとかっていうのも出てくるわけです。ぜひこの経営計画つくる君っていうのを自社のまた部門別経営計画を作ってみてはいかがでしょうか。